今年からそうなったの。欠席はよっぽどの理由がない限り不可。骨折は早まるな、宮村君。なぜ男子だけだろう。先生もそう思う。事情が違うわ。女子高生好きだし。早く捕まれよ。おい、我慢してプール入れば。服のままでいいですか？俺も服のままがいいです。先生は俺の皮膚を剥ごうというのですか？そして炎天下の中消毒槽に投げ込むわけですか？落ち着け戦国。プールってあと4日じゃん。地球終わんないかな。あ、先生、俺その日見学です。先生、俺水着持ってないんですよ。人もいるから学校で水着レンタルできるようになってる。舐めないでください。絶対どこかで出会うわ。運命舐めるな。退学にすんぞ。じゃあもう風邪でいいわ。風邪で右腕爆発しますように。いつもどんな風邪ひくんだ。なんで戦国はさっきから死ぬか生きるかしかないんだよ。滝先生にそれとなく伝えておくわ。本当？年上には敬語使え。あざーす、うん、俺と会長は一切脱がないから。急に強気に出たが。でも理由があんまな。宮村君は生理、俺は爆破で損傷。以上。海行きたい。やってっか。メシオ。メシオ。やめろよ、ガチで迷惑。バカですか、あなたは。まあバカ寄りです。戦国は腕爆発、宮村は生理らしいぞ。え、まあ夏だからな、爆発くらいすんだろ。